行するのは当たり前だよね。あなたが姿くんをこのまま放っておけるわけない。あなたは出会った時からいつも私たちを笑顔にしてくれた。それこそがあなたの第一フェーズなのかもね。でも私最近よく思うんだ。私はやっぱりあなたに出会わなければよかった。あなたがこの島に来なければよかったのにって。ケイトは心に決めた一人の男性を思い続けるのがいいと言ったの。本当にその通りだと思う。私は彼氏ができたルリがすごく羨ましかった。ねえタクト君、二人の男の子をこんなにも深く同時に好きになっちゃった女の子の苦しみがあなたにはわかる。こんなことをしても無駄だ。ザメクよ、僕には見えている。僕は何も言うな。か弱き者を守れってのがうちの家訓だ。すごい空だな。ああすごいな。でも僕たちはこれからこれとは違うもっとすごい空をきっと見るさ。何が起こっても絶対だ。